笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでイタレとか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、吹いてみようやど。あ、よし、あや、あ、わかった。どうぞ、ドキドキよ、せーの、どーれー。なに今の。みんなとね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ、ゲルハルト・ベルガー。はい、12月11日水曜日、フリムーンラジオ始まりました、はい、こんばんは、イケベーです。はい、はい、ホワイティ西原です。よいしょ、よいっす。はい、好きな F1 ドライバーはアイルトン・セネでした。はい、エコザイルです。あの、すいません、放送始まって、はい、何でしょうか、何でしょうか、何か、何か異変が起きましたよ。どうしたの、部外者が入ってきて、ちょっと僕今怖いんですけども。あ、キャン君、部外者出そうか。お静かに。いや、これ絶対ね、まともな人だと横島に青い帽子なんて来ませんよ。来ないよ。絶対変質さですよ。どこの、あれで、あれですか、囚人違う、うん、まともな新規したらそんな素材はできないはずですよ。実証から脱走してきました。キャン君、後でちゃんと連行してね。うん、お願い。いやー、 FM 機のセキュリティ心配ですけど。はい、こんばんは。皆さんこんばんは、ナルトラです。はいよ、はい、今着きました。畜生、間に合いやがった。また延長しただろ、お前。延長しただろ。何ですか、そっち、そっち、延長してから遅れたろ、また今日も。あー、バレました、うん、あちゃー、バレバレですね。だって背中に泡が残ってるんだ。そんなに服着てないみたいな。あの、終わったらシャワーがあるんですけど、もうシャワーもそこそこにして。何でですか、何でですか。あ、今説明します、はい、今のは何でしょう、今のは乗りツッコミってやつを披露してくれたそうです。一人乗りツッコミね。怖い、笑いに説明がつけられるって怖い。ね、すいません、ま、彼なりに頑張ってると思います。はい、じゃあ進めようか。いいか、はい、さ、あ、そっか、ですね、ツイキャスでなんか来てます、はいはい、なんだかんだナルトラ人気ですよ。ナルトラはとか、どうでしょう、今日遅刻かとか、うんうん、あとは、ちょっと派生して、好きな F1 ドライバーの話もありますね。来てますね、したいところですけれども、ナイジェル・マンセルか。懐かしいですね。ね、皆さん、そんなそこの辺の名前ですね、やっぱり、はい。さあ、はい、今日はアテクシが当番でございます。はい、じゃあ、エコさん、はい、エコ、はい、多めでかまん、はい、男ソムリエホワイティニシャラが送るオスメン図鑑。オスメン図鑑、オスメン図鑑だ。はい、皆さん12月ですね、12月大晦日、お家でゆっくり、さあ、そうです、紅白ですね。で、今年の紅白に初めて出場するバンド、注目バンドといえば、そう、キングヌーですね。あ、エコちゃんもエコおろし、フェーレーズだと思ってました。違いますよ。そんな中ですね、あの、まあ、ツインボーカルなんですけども、このバンドの方々ね、先日、あの、某ラジオ番組で某有名アナウンサーの方が白日を自白と読みそうになったり、いろんなことが起きております。まあ、いろいろ話題のキングヌーでございます。でですね、あの、私がおすすめのですね、ボーカルの井口治さん、井口、井戸の井に口にね、あの、理科の理だけで治です。あ、はいはいはい、向井リーシステムですか。向井リーシステム、おすめんっていうのは押している面、押している面です。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、押すと押すも兼ねてるんだけどね、で
ナルトラと呼びますよ。二人いちゃ困ります。それ付けはやめて。女ナルトラと名付けましょうか。そんなね、井口治虫さんの気になる方もたくさんいるんじゃないでしょうかということで調べてみました。はい、お母さんはですね、井口澄夫さん。普通のお母さんなんですけども、本当に調べたんですね。本当に調べました。なんてスカーレット大河風に調べてみました。ウェブ調べです。はい、でですね、お母さんですね、なんかのエコロジストとして活躍している方で、無農薬の畑を作っているそうです。そしてですね、姉ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃんで井口治虫さんっていうわけなんだけど、4名兄弟ってことですか？4名兄弟の末っ子です。でですね、まあ、このご本人もすごく声がいいんですけど、なんとお兄さんも声楽家として活躍しているという、すごいんですね。まあ、東京芸術大学をご卒業さられました。この井口さんがですね、なんでこんな風になってるんだと、いろいろなんだ、なんでこんな風ってどういうことだっていう方はですね、YouTube でぜひミュージックステーション井口階段で検索してください。ものすごい勢いで階段を降りる井口さんが見れます。あとですね、まあ、系統としては、まあ、私は勝手に思ってるのはですね、ザワワの息子、はい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 、わかります、あ、直太郎ですね、直太郎、そう、はい、直太郎系なんですね。時々発言がぶっ飛ぶという、うん、そんな感じの、もう次に何が出てくるのかがわからないという、もうどうしたんだ、でも歌ってる時は恐ろしくかっこいいです。で、そんな井口治虫さん、なんとですね、木曜日のオールナイトニッポン第2部から の MC をやっておりますので、で YouTube もガンガンアップされてるんで、ぜひ皆さんもご注目ください。今年の年末キングヌー、まあ今も来てるけどガッツリ来てます。以上、ホワイティニシャラでした。そこのキングヌーっていうのはバンドなんですか？バンドなんですね。なんかまあ、ネーミングがですね、なんかヌーのように群れが増えて大きくなる高みを目指すバンドにしたいという、まあ、これリーダーさん、常田さんっていうのがね、ギター弾きながら渋い声出してる人が常田さんです。はい、はい、で、ヒゲの高い声出してるのがオスメン、井口治虫さんです。ぜひ皆さんチェキってください。以上です。はい、以上、ありがとうございました。今週のホワイティさんの女に感じさせる男シリーズでした。はい、そうです。もう帰っていい？いやいや、もう帰っていい？今からです。帰っていい？今から？今からだった？はい、あら、そうなのね。はい、はい、そしてですね、はい、そんなわけでオープニング後は、お送りいただいたメッセージのわけで、今週のテーマは急ぐ。はい、はいはい、急いでいて失敗した、急いで間に合ったとか、まあ、いろんなね、急ぐにまつわるいろんなエピソードをお聞かせいただけたらと思います。まだメールが少ないです。皆様急いでください。正直少ないです。お願いします。そしてバベバベバベピエバベキバベキがアイバル姉さんのバビキは今日はソ、はい、ゾ、ね、ゾ、はい、ゾゾでございます。はい、こちらもどんどんお待ちしております。なおですね、メールアドレスは moon@fmgino1.com、 moon@fmgino1.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動してるので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は民謡居酒屋やってもおれ、お奇跡配送センター、構図土地とフリムーンラジオのメンバーの提供でお送りします。はい、では CM です。はい、
もみの声が聞きたくて FM 797聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく聞いてください。フリムーンラジオ、はい、ということでフリムーンラジオお送りしております。はい、どうしましょう、ツイキャス、どうしましょうって斬新すぎるな。何いきなりどうしましょうって。じゃあラジオしようか、うん、ラジオしましょうと問われたらば、なるとらラジオ放送しようね。なんかみんな、みんななんかもうギリギリまで喋ってジングル明けどうしましょうってそうそう、なんか誰からも喋ろうとしないんで、なんだろうね、いやいやいや、いつもナルトラがやってる役だろそれそうでしたね、あのそうナルトラがいつもこの辺あのツイキャスをさ、はい、拾ってたじゃない。そうですね、うん、今日はちょっと位置がね、週末島民さんがですね、うん、ツイキャスで、はい、何でしょう、ちなみにオールナイト2部は沖縄では電波で聞けないですなと入ってます ね、 うん、これラジコではどうなんだろうっていうね、こういう話してたんだよね。あ、そうそう、ね、CM 中はそうそうそうこの話持ち切りだったんですが、だからラジコだと多分あの、うん、有料版だと全国の放送拾えるから、うん、多分聞けるはず、お金かかる。そうそう、だからその無料のやつはその県、うん、西川 の、うん、の、 あの放送局しか拾えないから、うんうんうん、その県でやってたら拾える。追加でですね、武蔵さんが、はいはい、会員制のラジコのエリアフリーに加入すると、うん、沖縄県でもオールナイト2部は、うん、おそらく聞けたと思います、はいはい、なるほど、加入しないといけないね。あの有料版ね。ははー、でも大丈夫だよ、みんな YouTube で聞けるよ映像とね、うわ、映像で、思いっきりポルノのねミュージック、うん、アワー、 あー歌ってる画像とかもガンガンあるんでなるほど、そう、大丈夫よ、夜更かししなくても大丈夫、みんな早く寝てね、うん、老体にムチ打っちゃダメだぞはい、うん、と、フリムの最年長メンバーがおっしゃっております辛いのよね、お肌に来ちゃうから、はい、じゃあそろそろまともに進めていいですかね。お、はい、じゃあナルトラどうぞ。え、はい、ツイキャスですか、シュプリムさんがなんか ね俺も思った、いやナルトラさん10分前のタイマーはせかされているようで嫌ですよね。確かに嫌ですね、うん、ピピピピピピってなんかこう10分前に、うん、ね、あ、そういうシステムなんだ。そういうシステムなんだ、詳しくて今日のテーマにかかってますね、うまいつぶやきでした。うまく急がないといけないんで、うん、うまく急ぐ、うまく急がない最後まで楽しみつつ急ぐというね。なるほど、はい、なんか本当にそういうのが大好きな人っぽくなってきてるいやいや本当に大好きだからこの人ね、うん、自分の財布と相談して、そうですよ、はい、そうですよ、はい、 そこはね月でね、うん、何回か決めて上手に、うん、はい、ご利用は計画的にということで、はい、どこのもういい、この話もういい、どこのセリフだよ、ちゃんとまともちょっとレール元に戻そうか、戻しましょう、はい、うん、OK、 じゃあメール来てますよ、はいはい、はいはい、いきます。こんばんは、こんばん、週末から沖縄へ行く富山のタッチョンです。おー、ありがとうございます。なんで行くのかはお察しの通りです。たくさんの人とお会いしたいのでよろしくお願いします。あの五木ひろしのリサイタルですよねそっちかコンベンションわざわざ、わざわざ沖縄でぜひ楽しんでください。いやいや、まあ確かにね、富山の誕生だったら行きそうだよ五木ひろし行きそう。はいはい、急ぐ、はい、空港の歩く歩道、うん、動く動く、あ、動くだ、ごめんね、はい、動くほど、はい、スーツケースは三ピン茶が入っていて重たいので大変助かります、うん、急ぐ人がいるので片方を開けているのですが、たまにぶつかってくる人がいます。しかし三ピン茶満載のスーツケースがぶつかるのでその衝撃は波のものではないでしょう、そうね、ぶつかったらすいませんの一言あってもいいのにね、うん、あ、僕当たり屋じゃないですよ、曲がったことが嫌いなだけですタッチョンさん、なんで三品茶をさ、うん、その密輸していくかって、ほら葉っぱでさ、うん、あ、だけどあっちの蜜で合わないらしくて、うん、へー、 あるんだ、そういうのが、うん、やっぱりその土地で、うん、その土地の水と、うん、その茶葉でやると、うん、
それなりの味が出るんだけど、うん、あっちで同じ味が出せないということで、うん、来た時には大量に買い占めていくと、うん、この前確かメールで。そうなんだ、うん、すごいね、こだわりがすごいね。そうそう、こだわりがね、全然わかんないけどね。あ、舌大丈夫？でもあの味覚オリオンビールを飲んだ時に、うん、あの沖縄で飲むのと、うん、あの大阪で飲むのと全然味が違う。なんだろうあれ、なんかね、薄い、薄く感じた。どっちが？あの大阪で飲んだ時に持って帰ってグって飲んだら、あれ、あ、多分ちょっと水足してから、え、嘘ですね。だけどあれじゃない、空気だよ、空気とかこの湿度具合とかが、ね、その島その島の気候で、の気候で飲むから、うん、やっぱり味も微妙に変わるんだろうね。そう、そう、やっぱりその土地土地でね、うん、味わった方がいいです。はいはい、なんか来てます、ペさん。ですね、はい、アタッチョンさんが水が違うのよと、うん、富山は名水の里なんですが、いや、それで作れ、その通りだったりしたね。名水、ね、なんかあのギネスさんからツイキャスで急ぐで、うん、年末だから、うん、年内に工事終われんかって聞かれたけど、2月後期を今月で終わるのは無理。2月か、どんな無茶ぶりでしょうねこれ。2月は結構きついね。まあ、行った人もとりあえず行ってみよっかくらいの多分じゃないかな。それで進めば御の字みたいな感じじゃないですか。でもこれ注文した人が もしかして間違ったのかもしれないね。2月って出したけど、やべえ、ほんと12月だった。あ、なるほど。石が足りなかった、石拭いをさせようと、石付け忘れた、やべえとか。ちょっとダメ元で2ヶ月早められない。聞いてみようかなって。そうそうそう。怖いな。これ今辺野古の基地の話ですか。あれ、うん、そっち、そっち行っちゃう。そんな公共工事嫌ですね。嫌ですね。2ヶ月早くするってさ、どんだけ手抜いてんだろうって思うよね。もうあれですよ、滑走路なんて赤土ですよ。削れる。すごい飛ぶもん、周りに。削れてもまた海に流出、うん、流出。もうやばいね。はい、そんなこと、ね、来てます、メール、メールいいですか、行ったって。どうぞ。はい、はい、フリムメンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは、はい、埼玉のはちみつ一家です。あ、いつもありがとうございます。テーマの急ぐ、ございます。急がば回れとはよく言ったもんで、うん、まさにその通りだと思います。自分は通勤で電車の乗り換えがあるんですが、うん、乗り換え時間が少ない時ほど遠回りした方が目的の電車に乗れることが多いですよ。最短ルートは他の方も通るので、かえって混雑してなかなか進みません。まあ、そもそも急ぐような余裕のないことをするなと自分なりに反省してますが、ではでは。おー、まさに急がば回れですね。みんなが同じところに集中しちゃうから固まっちゃうんですね、人が。これはなるほどね、はちみつ一家さんすごいな。基本的に内地の人って常に急いでますよね。ああ、それは東京で暮らしてる時に思ってたんですけど、うん、あの山手線っつって、うん、はいはい、ずっとぐるっと回る電車あるんですけど、うん、渋谷で降り、あ、渋谷からこの電車に乗ろうとしてる、うん、駆け足なんですよ、うん、ピリリリリってもう閉まりますよっていう、あれなって、結局乗れなかったんですよ、うん、でもこの人心底悔しそう、ああっていう顔してたんですけど、はい、3分後にまた来るんですよ。そうですよね。うん、なんでそんなに、そう、ね、なんで それに乗らんといかんかと。そうだよ、すぐ来るよね。だってぐるぐる回ってるもんね。次のがどんどん、あ、そんな感覚で来るの。だ、電車降りて、うん、渋谷で、うん、そっからホームから上がろうとするじゃないですか、うん、その間にもその次の来てますからね、うん、あの橋のホームから降りた場合、そんな感覚で来る、うん、なんかでもなんか悔しいんだろうね。だから電車に、自分が電車に合わせなくて電車に自分が合わされてるなと思って、あ、そりゃハゲも多いなと思いました。平日の朝の通勤ラッシュ、ね、趣味でちょいちょい乗ってたんですけど、ストレスなんだね、ストレスが、ね、ね、あの方はそんなところから関係ない、あのストレス何もなさそうな生活してるのに、どうなんでしょう、ハゲチブルなんですよね、あの人。そうね、あ、でも前髪が後ろにあるからさ、ギリギリ、あのちょんってな、前髪が後頭部にあるっていうね。
前髪って言われたあれはね元嫁とのストレスでねああなったのよ。別のストレスが、うん、はいはい、あ今はねいろんな奥さんを作ろうとして徘徊しております。何人作るんでしょうね本当に、うん、だって付き合ったと思ったら3日で別れてるもん何3日って3日しか持たないそれ夢見てただけなんじゃないかな多分ね。だから本人は本気らしいけど、うん、多分夢の中で騒いでるだけじゃないかなって感じで。なるほど、はい、なので半分聞いて半分流す方がいいぐらいです。そうだね。あ、多分 9割流した方がいいかな、うん、1割だけ聞いて名前とどういう人かだけ聞いて、うん、あとは全部流した方が、うん、ほとんど自作自演と思った方がモーミーの。なるほどね。なんでこれ、あ、黙っとくか。いや、森文だろ。うん。たま、たま森文で、ね、いや、フルネーム枯れ花壇のなんか、地元何飼ってる人だよな今、ね、住所まで言われるよ。牛飼ってる人じゃないですか、うん、ね、あ、住所、うん、今、うん、調べる。やめなさい。そらしどばさんさんがね、うん、中学生かよ。確かに。いや、まあ、多分、うん、あ、小学生、小学6年からちょっと中学に上がるぐらいじゃないかな。精神年齢からなんですよ、ね、一番こう覚えたてっていう。そう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 、うん、もう止まらないってやつね。ちょっと覚えたら止まらないってあの猿みたいな感じの。多分それぐらいだと思う。はい、そんな50歳ですか。怖えな怖えな。はい、はい、じゃあ、沖縄にワンチュールさん、何何何何、この、うん、この番組は個人情報ばらしますんで。個人情報ばらすって。まあいいでしょ、モミさんですから。そう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 、あのバラしていい人とダメな人の区別はちゃんとつけてるんで。そうですね、はい、はい、遠慮なくフルネームでメール送ってきてもらえれば、そうだよ、漏れなく発表しますって。違う、だいたい森文にセキュリティがあったのかと。ないな、ないないよね、ないよね。森文にセキュリティはないようですから。そう、それそれそれ、もう まさしく。そうそう、でそらしどばさんから、うん、匿名で送ってもバラされるよって書いてあるけど。だってもうバレバレのメール送ってくるからね。あんな言葉遣いいないからさ、ね、そういう時も多分みんなバレてると思うんで、うん、その時は言っちゃいます、ね、はい、はい、そうです。みんな森文よろしくね、はい、お願いします。さあ、うん、姉さんなんですけど、うん、どうですか、そろまだまだ来るかな、うん、大丈夫そうかな、うん、じゃあ一旦 CM で、一旦じゃあ CM 行く。はい、はい、はい、こんばんは、2週間ぶりの姉さんです。こんばんは。ごめんね、先週は。どうしたの姉さん。いやほら、うん、去った土曜日にさ、うん、FM 宜野湾の忘年会あったじゃない。うんうん、ありましたね。私、2ヶ月ぐらい前から、うん、頼まれてたのよ。うん、何を。余興。あ、だからほら、私って完璧を求めるタイプだから。そうね、うん、レッスンしてた。どこで。え、スタジオ。え、ガチ。マドンナのライクアバージンを。あ、そしたらね、うん、土曜日、うん、私呼ばれてなかった、うん、あ、だから姉さん、一体いつの土曜日だったのそれ。あのね、うん、土曜日ね、うん、家で晩酌してたら、うん、その会に参加してた人の SNS で知ったの。あ、今日なんだ、うん、
ね、あら、あれってね日にちが金鳴らされちゃったねさ、うん、まあ年末はいろいろあるわよね、うん、そうよね、いろいろね、はい、忙しいだもんね、みんなね。で、来てるわ、姉さん。来てんの、バビキ、うん、外、ゾネ、はい、来てるわ、バネモアイ仲間かしら。バネ、おはようございます。おはよう、ソラシドです。はい、今夜はソラシドおばさんを教えてバビリーナって来てる。あれはね、うん、ミュージックシャワーという番組を生み出した架空のキャラです生み出したの？実在していません。実在してないの？あれ全部あれよ、うん、AI が文章作ってるからね。うーん、今のじゃ何でも AV、AV じゃない。ちょっと待ってね、ね、AI、AI、あ、あ、AI よ。ねさんもちょっとナチュラルに今出てきた。いやいやいや、それしてもまあまあどっちかというと AV みたいなもんやん。変わんない変わんない。格の存在ですかね。格の存在だからね。普通に間違っちゃったな。姉さん来てるわ。はい、ラジオネーム進撃のめいちゃん。あ、その前にめいちゃんに私聞きたいことがあったの。なになに。めいちゃん見てるかしら。めいちゃんって、うん、デラックスデラックスでギター弾いてる？ちょっとこれだけ教えて。それか生き別れの姉がいるのかしら。なんかめいちゃん連絡待ってます。はい、どうぞ。はい、イケメンソムリエと今日も素敵でエレガント、ハイバル姉さん、こんばんは。ではハイバビキ、増量中。ああ、はい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 、まあうちの金庫ね、中身お増量中。止まらない止まらない。あら、まあ、すごい。ちょっとめいちゃんもう一個いいかしら姉さん。いいわよ。相思相愛。ああ、幻です。この世にそんなものは一切ありません。そうなのね。そうよ、どっちかが64とか、うん、73とか。あ、なるほど。55は絶対にない。そう、熱いわ今日の姉さん。はい、はい、海なし市の姉さん、フリムンチュッの方々、こんばんみ。こんばんみ。ラジオネーム3代目ベンソールブラザートムヤイビン。あら、久しぶりじゃん。あ、この方にも私聞きたいことがあったの。あら、じゃあ先に質問しちゃう。あなた、あれかしら、デラックスデラックスで右の方で踊ってるダンサーさんかしら。サングラスなんかしちゃってさ、キレッキレのダンスなのよ。いたわね、そういえば。ほんとクリソツだから、うん、皆さん、機会があったら見てほしい。はい、はい、その前にこの人はドイツだっていう話になるわよ ね。 そうね、皆さんからすると。そうね、あのデラックスデラックスで踊ってる人です。うん、よく似てるだけなんだけどね。はい、さて今週はいよいよ待ちに待ったラジオ祭り。今年こそくもじ姉さんとハイバル姉ちゃんのタッグマッチが見られるかもとワクワクしております。さてハイバビキは、うん、何かしら早期ランドでお願いします。私もぜひ行ってみたいです。では最後までちばりよ。ほんと絡みにくいわね。早期ランドでしょ、うん、ラジオ祭りにあります。あるの、うん、でもね、残念なお知らせがあるの、うん、ブラザートムさんはラジオ祭り拒否されてますから。そうなの、うん、58号線の向かいから眺めてて、うん、指を加えて。そうなんだ、うん、あ、残念ね。とね、ちょっとツイキャスからギネスさんからですね、はい、想像妊娠って言ってる。ああ、はいはいはい、よくさ、うん、人間ってストレスで自分にの意に穴を開けられるってあるじゃない。うんうん、そういうことよ、人間ってすごいなと、うん、思いの力だけで。そうなのね。ちなみに私は、うん、想像2匹までできます。え、そうなのね。ちょっとブルーミーの、ブルーミーさんから来てるのが、増刷。はいはいはい、うん、そうね、私のデビューの写真集、うん、増刷、増刷、増刷かかってね。すごいね、先輩人気あるんだね。全部で16冊も売れた。うわ、すごい、すごいね。すごいですね、うん、すごい。な、何冊作ったのその時。え、最初2部。あ、そう、増刷が増刷を呼んで最終的に16。なるほどね。ちなみに単価が高いのかしら。860円。意外と安かったです。すごいよ、安くないわよ。だって4ページよ。うわうわ
すごい。しかもザラシよ。ザラシ、はい、ザラシっていうの。はい、北海道のじゅんちゃんさんから来てる。増毛って。もみさん、諦めて。そっち、だってそっちなんだ。どんなに広い畑だろうが、うん、土に栄養ないと芽は育たない。ね、なるほどね。そういうことよ。姉、うん、さん、今日は以上。あ、わかったわ、うん、じゃあ待って、週末トミーさんが早期おかわり自由って。いらないいらないこれは余計なことってこと。なるほどね、うん、だそうです。そういうことよ、うん、あ、余計なものはね、いくら美味しいものでも、うん、おかわりするまではちょっとっていうこと。姉さんなんか来てるわ、進撃のめいちゃんから。別人物ですってさっきの答えね。嘘よ、私知ってんだから。絶対めいちゃんはデラックス、デラックスのギター。皆さんこれだけ覚えておいて。じゃあ帰る。お疲れ様でした。お疲れ様です。月が頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオ。はい、ということで、うん、はい、ギネスさん、うん、モーミーは増やすんじゃなく、うん、植えなきゃって。あ、なるほどね。もう手遅れだからってことですね、うん、あ、多分無理だよ、うん、だってこの間俺除草剤撒いたから、うん、あの育毛剤じゃなくて除草、うん、除草剤、あ、あのよくある市販で売ってるような、うん、あの園芸売り場にあるような、うん、一番あの除草剤の中で最強のラウンドアップ原液で塗っといたんで。あれもともと薄めてやるやつですよね、うん、あれ500倍とかに薄めるやつなんだけど、もみに原液でいいんじゃないかなってことで。普通に肌に悪いとダメだわもうそれ。何か別のものも抜けそうな気がしますね。本当だ、いろんなものがなくなりそうだな。指紋もなくなりそうだよ。だからあれかな、最近、うん、いろんなことをする。そうだね、忘れてるのかね。ツル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 してます。はい、今日も森文はピカピカしてますよ。どこで言うんでしょうか、これ。どこで言うんでしょうか、うん、今日は。超怖え、はい、ね。はい。さあ、どうしましょうか。なんか来てます？ツイキャス。あ、もう週末トーミーさんから。はい、何でしょう。さっきの水の違いの話ですね。うん、水の違い。何でしょう。あのこの前のバーベキューで、浦添のしんちゃんに飲ませてもらって知った、うん、内地のスーパードライは風味が嫌いだったのに、沖縄で作ったスーパードライは別の味で気に入ってしまったっていう。違うんだ。そうですね。沖縄のスーパードライは、うん、名護の水使ってますからね。お、そういうことね。あの朝日は名護の工場で、あの何年か前に提携して作るようになってから、うん、多分それからちょっと味が変わってる。あ、そうなんだ。微妙にやっぱりその土地の水とかでやると微妙に変わるらしい。あ、じゃあやっぱ沖縄で飲んだ方が美味しいってことじゃん。そう、多分こっちの味に慣れてるからね。水に沖縄人はね。はい、はい、はい、来てます。メールいいですか。はい、はい、フリムーンメンバーの皆さん、今宵もお聞きの皆さん、こんばんムーン。こんばんムーン。ソラシドです。はい、あ、 AI の、ね、そうね、AI ね、うっかりしちゃダメよ。私は牛年生まれなので基本ぐうたらです、うん、急ぐことといえば、何か決めることがあったりしたときに速攻で場所の手配とか行動するくらいかな。あとは急いでないけど挙動不審なので落ち着けと言われるかな。うん、見てたらわかる。特に急ぐエピソードねえな。いや換気扇の下からそうします。今日の存在そこら辺回ってること自体多分急いでるように思われるよね。何か知ってるな。急いでるようなって。めちゃくちゃなんか動きまくってるイメージあるけどね。うん、ね、うん、こ2、3度ですかね、うん、あって一緒に飲んでもいるんですけど、うん、何か動いてますよ。何か動いてる。
なんか動いてる。なんか動いてる。もういつも動いてる。そう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 。じっとしてないよね、本当にね。うん。あれじゃない、うん、外でこうやって動く分、うんうん、家では本当に何もしないんだはず。あ、もう逆にね、外で頑張っちゃうから。そう多分換気扇の下に住んでるんじゃないですか。え、だろうね。住処がそこなの、換気扇の下。住処が家の中では多分換気扇あたりが、うん、あのマイルームって感じかな。ね、もうそこがね、はい、ポケモン GO でもここに、うん、ピカチュウがいるとかあるじゃないですか。じゃあそこにソラシドウが換気扇の下が声定位置ってやつで、うん、いたとか言ってチュッて声はい、来てます、ラジオネーム進撃のめいちゃん、あ、デラデラで、おい、デラはい、エコさんとイケペイさん、ホワイティさん、そして翼さん、生放送お疲れ様です。はい、ありがとうございます。エコさん、先週は曜日を間違えてた忘年会お疲れ様でした。はい、本当に忘れて、うん、あの1日ずれてました。そうですよね。はい、しれっとなんか流してますけど。いや本当に先週の、うん、あれ強制参加だったわけ実は。そうそうそう、親会社だからね、文句言えないし。あ、でなんか去年1人しか出てなかったって、うん、のりさんしか。で、ね、うち配送3名なのに、うん、残り2人はということで、今年は維持で引っ張ってこいって、うんうん、それ行かないとダメだ、はい、なので、うん、あの断りきれませんでした、ね、はい、はい、そんな先週のですね、翼さん、うん、シングル明け、ジングル明けなのかな、ジングルだけどの、まあ、どうしましょう、今更で急にびっくりしました。そして急ぐ、会社から託された課題提出を今週に終わらせてと急に渡され、なぜ今渡す、その時あと2日しかないし、ブツブツ言いながら急いで提出、うん、無事に間に合い、その安心感、本当に急いでよかったって思いました。そしてタッチョンさんの話にもありましたが、動く歩道、特に某那覇ピー校の動く歩道、いやいや那覇空港でいいでしょ、うん、隠す必要ないと思う。冷静に止まるとかなり遅い、周りが急ぎ足で動く歩道を急ぐから本当に急ぎます。ではでは、ラジオ祭りでお会いできたら乾杯しましょうね。あ、うん、めいちゃんはいつもフリームーン参加してくれてるので、うん、僕からもちょっとヘルプで、フリームーン見てくれてる皆さんでラジオ祭り参加しようパワーの人たち、うん、あのめいちゃんが、うん、ラジオ祭り後に、うん、あの二次会をやりたいそうなんですが、はい、10名予約してるらしいんですけど、現在5名らしいので、おっと、あと半分言ってましたね、うん、じゃああと5名、うん、どなたか当日でもいいので、そうだね、はい、直接混ざってくれればね、うん、で、話はがらりと変わりまして、はい、チューキャスからそらし、うん、はい、自覚ねえよ警察に腕見せてって言われたことあるし、病院で薬やってるって孫で言われたよ。どんな動きしたらそうなったの。だから多分挙動不審に見られるんだろう、本当にね。どんな動きしたらそれになったのかもう知りたい。多分こういうことじゃないですか。それ工藤静香のあれでしょ、歌の。じゃあこれ動きが。そっちウインクじゃん。それは言われるわ。ウインクはちょっと言われる。あれはね、振りが、ね、でやらないといけない。一人でばっかりやってるから。一人で。そらし。そらしダメよ。もうあだ名エリカにしようぞ。いや、もっとやばいから。やばいな。そのガチなやつだ。本当にやってる人だから、その人はね。あ、そっちはね。うん、はい。そうそうそう。やめよ。はぁ。メール以上です。どうですか、皆さん。うん、フリムーンメンバーは急ぐときって。なんか、どういうとき急ぎます？うん。やっぱ締め切り。あ、とかかな、締め切り。いつまでに決めないといけないとか。それは。うん。かなりですね、本当に、うん、あるね。いつまでにこれ仕上げなさいとかいっぱいあるんだけど。あ、ごめん、そういうの、こっちに一件来てる。北のリスさんから。おい、お願いします。はい、うん、うん、これだね。迷う、まあ、ちょん、あのテーマ、うん、急ぐ、とある男性の話、うん、ホテルの一室で寝過ごし、うんうん、
雑に脱ぎ捨てられた服を急いで履いたら、うんうん、彼女のティーバッグだったでケツの割れ目にフィットしたあの感触が忘れられない、うんうん、てへって自分のことっすかこれてへって、もう一度ラジオネーム、うん、北野リスです。北野リスさんね。ティーバッグだと、うん、フロントどう収まるんですかねあれ。わからん。ね、右か左どっちかから。いや、もうリスさんがリスサイズだったら収まる。リスさんはリスサイズ。あ、リス。だからそういうラジオになるんですかね。ああ、なるほどね。はい。ありがとうございます。メンゴ。ごめん。ごめん、リス。リスのマグナムにこんなこと言って。略してリスナム。かわいいね、リスナーも、リスナー怖いあの、そらしのお褒めの言葉がさすが男ソムリエってうひひひ怖いわありがとう、そらしのあ、ホワイティさんのこと言ってたんですねそうそうウリムの田崎氏にあって違う、あの、そらしのがつけたのほら、なんで自分が休んだ時にあ、はいはいはい、あだ名つけてくれた、ね、あだ名とか、イケペが募集したんじゃんそうそうそう人がいないと思ってそう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 あだ名とかね、二つ名募集って言ったらね、うん、そうそう田崎慎也はワイン転がしますけど、はい、そうそうホワイティさんははいボール転がしかなボール転がクスクスリスナムリスナムあの、ソラシドさんのさっきの挙動不審の訳が分かりました、うん、何でしょう黒いマスクとサングラスでアイコス吸ってる、うん、それはそれはあのと警察に職質されるわな、うん、多分それアイコスって思われてなかったんじゃない多分だって黒いマスクにサングラスでしょ、うん、絶対警察チェック対象になるよなしかも結構そらしタッパもありますから、ねうん、そう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 本当ね、そらし気をつけて ねもっと可愛い服とかさ、はいはい、着た方がいいよピンクいいのピンクいいの誰かと同じようなそうそうあそれを見本にして、ピンクいいよ、うん、あの、うん、手本はあれですよ、うん、大相撲の画面越しにいますから、うん、あのピンクい旦那さんと一緒に写ってますこれこれこれ、それ違う、それ違う、うん、今、ペーがパーコを推薦しましたおいいな、ピー同士仲いいなパギョね、パギョ族だパギョ族って何パピプペポとちなみにリーダーはパーマンです、うん、そっちか、はい、グリーンマントのピーマンマンもいますうん、なるほどねあ、週末島民さんが、何でしょうかラジオ祭りは2日間のある意味格闘技だからな、うん、体力温存したい気持ちがあるうんうん、そうなのがっつり参加されるんですかねだって県外だからあそっかその部分もあるんじゃないがっつりどうなんでしょう、ね、だってだいたい昼前からスタートして、うん、夜の6時7時でしょ7時が多分ラストかな、うん、2日間、うんうん、すごいねうん、すごい柄の踊りたがりおじいちゃんが多分来ると思いますのでそれも楽しみにしてますなんか いるねいるね毎回いますねあのおじちゃんすんげえ踊ってるもんね一回スタッフに注意されてちょっとシュンとなってたそんなにありました怒られるほどそうなんです誰のことなんでしょうかどんだけ踊ったんだよでも延々と動いてる人いるよねステージこの歌のステージの時に去年は何ですかねうん、クニフィキャンディー投げられた時に、うん、投げ返したらスタッフに怒られたやつでしたねあー P さんですかね多分まあまあ P っすね、うん、P ですね、うん、うちの R を誘ってましたねなんだろうこのイニシャルトーク感イケ P っていう人なんですけどイケ P がね自分よりも相当年下のスタッフに怒られてシュンって肩をトントンってなったトントンちょっと何言われてるかすごい分かると思って今日のテーマとも合わすんですけど、はい、たまたま現場が近かったんですよ、うん、で雨降ってポツポツ降り出したもんで、うん、待機ね、うん、そこで急いで近くのコンビニで飴玉を買って、うん、クニフィーが投げたと当時俺もうりゃーって投げたら、うん、怒られたって
そして知らないおばちゃんが僕が投げた雨でも一生懸命拾っていたっていう、うん、あの子は節子の生まれ変わりですね。ホタルの墓の節子ですね。そっちじゃない、節子それ雨やないあ、ほら沖縄にワンチュールさんも、うん、おるおる、ラジオ祭りでよく見かけるわって、あペンみたいな人、じゃあね、じゃあね、あのすごい柄のおじいちゃん、そう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 、なんでしょうか、どうしました、よし、アップよろしくあすぐ拡散してね、うん、でもあれはね、ほんとね、何回撮ってないけど浮かぶ、うん、目に浮かぶな、あのいつもより瞳孔が開いてる、いけピーンどんどんされた時に横振り向いて目すんごいピーってドカッて開いてるわけ、こぼれる、こぼれるよ目の玉がおいおい、ホワイトさん随分楽しそうだな、その後すいませんみたいな感じでそそくさとみんなのところ戻ってきて、いや怒られちゃったかわいい感じでごまかすっていう、しかもそれ、うん、あの RBC のリポーターもやってるヒロキニュースが見てたらしくて後日ラジオで言ってましたねそれ俺目立つよ、だってあいつ怒られてもしていいねさてね、あれはね目立ってから常夏右近さんが、保、はいはい、安のオタ D もゲストで出るらしいねって、あアニメ3兄弟じゃないですけど、うん、3人が揃うんですよね、3曲の、確か2日目の第2部が12時ぐらいのスタートだった、うん、そうそう、最初あれメンバー発表した時、うん、またアニメの話すんのかと思ったら、うん、ラジオの今後についてみたいな、うん、すごいよね、いや絶対アニメ系ぶち込んできそうな気がする、うん、なんだかんだ言ってあのあやつ西町の小星川響きタイガーと、うん、いや絶対入る、絶対入るな、うん、絶対入れると思う、アニメだからこの3名で曲を渡ってスペシャル放送やってたじゃないですか、うん、まずは公安で やりましたね、でその次が西町だっけ、うん、が西町でした、で最後が九九文字の、はい、全部にメール送ってもあの3名のアニメの話ばっかりでほとんど読まないっていうだから多分そうなんだ、うん、この回も、うん、多分下手したら似たような場になって、うん、慌ててディレクターが止めに入るんじゃないかな、うん、下手したらカンペ持ってからだんだん早口になってなんか専門用語バシバシ出てすごいね、じゃあその時俺が飴玉投げてやるまたトントンされるから誰が日野の二刀流みんな動画撮っといてねはい、あ、そうよ、ミースもいるんだよあーそうだ、やばいな、4強うわすごいね、いやあのメンバー入るとやばそうじゃない本当にすごいね、なんか楽しみ、あ、でも楽しみでもあるね、ね、そうだ、宮城真理子さんも来ますよね、うん、すごいね、豪華ね、でも皆さん、あのくれぐれもあれですよ、何ですか、普段は耳でしか会えない人たちに会えたからっつって、うん、強引に話しかけたりとかダメですよタイミング、良きタイミングを見て、はい、そうね、そういうことですね、この人たちはあくまで仕事してますからね、うん、そうよ、そうよ、ダメ、飴とか投げちゃダメ、うん、あ、これ俺今俺言おうしたのにあ、ごめん、ただあのごめん、さっきヤングスタッフ危ないからやめてくださいって言ったんですけど、はい、飴危ないいやいや、そもそも向こうから投げてきたもんですからねまずは、ね、クリフィーがそう ね, ね, そうね、分からん結局自分でやってんじゃん、あんまり自腹ですよ、はい、あの久美子さんから、うん、虫取り網も持ち込まないでくださいって、あ、それは2年前です知ってる、しかもちゃんと置いて帰りよったからな、この人あ、ナチュラルに忘れたんですあ、忘れたのねしかもその時僕ゲンチャリで行ってたんですよ、うん、だラジオ祭り会場行く前に、うん、地元のメイクマンに寄って、うん、はい、虫取り網買ったら、はいはい、絵が思いのほか長くて、うん、メイクマンの駐車場で真ん中からパキッと折って、うん、ゲンチャリで持って買ったばっかりやったやつを、でそのまま置き忘れてきたと、うん、なんで背中に刺したらよかったじゃん、
一言ですよね。そうですよ。よく分かったね。3、2、9から5、パチよ、うん、40超えた男が、うん、ゲンチャリで、うん、虫取り網刺して、うん、刺して大丈夫、大丈夫、あの鼻のなんていうの、おじいちゃんよりは全然地味だと、うん、いやいや、別に張り合う気もないです。しかも12月の半ばに、うん、だってほら、網だからちゃんと風も通るしさ、逆にいいんじゃないかな。まあまあ、でも今回はもう何も仕込みません、うん、そのまあまあ、しかもちょうど土曜日は仕事なんですよ。あなので、多分行けるとしても夜7時ぐらいじゃないですか。あ、でも行けばほら来てるよ、くみもんから、ね、服部くんみたいにかっこいいはず、ね、よ。じゃあお前がやれ。じゃあお前がやれ。俺は煙巻きでいいよ。そういえば、そう、海優さんも、なんか、仕事でこの週末沖縄に来るらしいんですよ。おー、いいね。で、仕事抜け出せたら行きますって書いてあるからね。おしゃれ海優。じゃあ大丈夫だな、絶対抜け出すな。うん、維持で。維持で。はい。今日、あの、裏テーマ、水から、ね、デラデラから、うん、本当だよ。ちくわ投げちゃダメよって、懐かしいな。ちくわマグネット。ありましたね。ダメよ、ちくわもダメよ、みんな。あれどうですか、フリムンの皆さんは、うん、ラジオ祭り参加されます？一応予定では行こうかなと思ってるけど。土日、うん、日曜日はちょっと微妙、土曜日は多分行くはず。私は日曜日のカラオケを楽しみにしております。楽しみですね、午後からの。雨投げないでくださいよ。また怒られちゃう。それで回避ができるかなっていう。北のリスさんから、うん、何でしょう、なんか来たんですか。リスのあっちはね、うん、マグナムらしいです。だからリスナムって言ってんじゃん。リス界でのマグナムですからね。何リス界のって。リス界リス界のって。で、うん、ティーバッグには収まらないらしいですと書いてあるんですけど、本当、うんうん、どうか分かりません。なるほどね。はい、まあ、リスの中では、リスの中ではマグナムでしょう。ああ、ね、リス界。多分、うん、そうでしょうね。うん、はい、そう、多分そうでしょうね。ルキシュちゃんって方はリスナーさんですかね。うん、ですね。はい。うん、なんか山口のリスナーさんがなんか、うん、来られるというこのラジオ祭り、ラジオ祭りにすごいな。北海道から山口から、はいはいはい、うん、ね、みんなで雨投げましょう。いやいや、だからクリフィに一人で投げたから危ないって怒られたんだって、うん、せーので、もう四方八方から雨投げた、うん、そらもう、ね、クリフィ当てに目かけて、もっと危ねえわ。パッ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 。リスナーが出禁になるわ、本当に。みんなでね、大概出禁になるよ、それ。なるな。ダメよ。俺はあれですよ、小梅ちゃんの大玉をこうオーバースローで。クリフィ来られろ、お前来られろ。イケペ、西町みたいなからやめて。失礼しました。はい、あれじゃない、雨に釣り糸とかつけといて戻ってくるにしたらいいんじゃない。うっそぴょーん。そんな小道具を。まあ、そしたらね、虫取り網みたいにこう、うん、見た目を気にする必要もないっていう。そうそう、それか、ね、あの仕事人みたいな誰かの首に絡まるとかね。プシュッとか。いやーっつって。何祭りだこれ。ね、みんなね、ルールを守って楽しみましょう。はい、そうですよ、ね、節度を、はい、そうです、節度を守って、はい、ね、はい、そう楽しみましょう。ということで、はい、そろそろ、はい、2分切ったんで、来週のテーマですか。はい、お、来週はどなた、どれ、順番にいったらイケペじゃない。あ、僕ですか。はいはい、わかりました。お願いします。じゃあいいですか。はい、はい、来週のテーマは好きなアニメ。おー、ちょろっとね、さっきアニメの話も出てたんで、いいね、うん、いいんじゃないですか、年末に、うん、だからうちのリスナーさん結構ね、年代幅広いので、うん、いろんな、ね、ましてや内地の人も多いんでね、沖縄では見られなかったアニメの話も聞けるんじゃないかなと思いつつ、ね、結構あるんじゃないかな、アニメだとですね。ちなみに僕はマイッチングマチコ先生かな。あこのエロ親父。なるほどね。ほらシュン。似たよね、エスパーマミがドキドキ。あー、これあった、あった、懐
かしい。あ、スパーマミでドキドキ。もうこの時点でも軽く盛り上がってますから ね、 ね、来週は盛り上がるんじゃないでしょうか。はい、でバビキがタですね。タタ他行行きますか。他行に入りました。同じ穴の持ちな海優さん、うん、やるっきゃないと。やるっきゃないとってアニメにもあったんですか。うん、僕漫画は知ってたんですけど。月刊ジャンプ。そうそうそう、漫画は知ってたんですよ。アニメ化もされて、だけど多分こっちではほとんど流れてないはず、沖縄では。おー、そう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 。メルモン。こやつら。またそんな方、そっちの方向。こやつら。じゃあ俺の番、クリーミーマミー。うわお、出たよ。なんか山手線ゲームになってるじゃないですか。なんだよ俺の番って。はい、ということで、今日のホワイティはナルトラでした。イケペイでした。はい、ホワイティでした。エコザエルでした。ありがとうございました。